Wi-Fi 切ろっかな。電波いけてる？髪型かわいい。その言葉を待ってました。ありがとう。ずっとね、こういうさ、ちっちゃいピン留めみたいな、ピン留めっていうの、クリップみたいなのがね、欲しくてね。んで、ちょっと前に島村に行ったらさ、やっと出会えたの。珍しく、こんな可愛いの売ってて。見える？これ。バタフライ。で、買ったわけ。で、ずっとこの髪型をしてみたかったの。やっとできた。でもちょっとグリングリンに巻きすぎたんかな。全部巻いてないんだ。とりあえずこの辺だけ巻いといた。だからもっとちゃんとお出かけするってなったら、こう全部ふわーってふわーって巻いて、これをやりたい。ちょっとこれね、止めが弱くて、こうやってスルッと落ちちゃうの。だからちゃんと出かけるときはちゃんと出かけるときはってね、ここヘアゴムで止めて、でこれをするときっと良くなるでしょう。流れ星ありがとう。いつ出かけるの？それが出かける予定がないのよ。ないのよ。困ったね。かわいいだって。キュン。上手なギフトの使い方しとる。島村で同じの探すわ。あ、そう。これね、ラスイっていうか同じの見つかんなくて、島村ってさ、なんか何個も同じの置いてるわけじゃないからさ、結構見つけんのむずいよね。近くにあね、島村行ってあったらぜひお揃いにしてみてください。海辺で寿司食べたよ。美味しかった？海辺ってどこだろう。ほんと島村さ、家から徒歩2分ぐらいのとこに欲しい。島村売り、そう、島村はね、売り切りの店なんですよ。そうだから大量に作んないのさ。いや作るよ、大量に作るけど、長期で売るっていうよりも、とにかく売り切りみたいな。島村でカービィのコラボやってたよね。島村ね、ようコラボしてるからね、ね、ありとあらゆるもの。昔とかリズリサのコラボとかね、あったよね。真夜中のメロメログッズがアベールで出るよ。何、真夜中のメロメログッズって。え、知らんのやけど。アベールのツイッター見よう。島村全国と海外にもあるよ。島村最寄り駅
駅の前にあるのめっちゃいいじゃん。私絶対そんなのもう毎回寄っちゃうかもしれない。だから島村の商品がツイッターでバズったと思って、これ欲しいと思って行くともう大体ないよね。うん、島村が家の近くに欲しいという気持ちすごくわかる。わかる？ねえ、欲しいよね。ないのよ意外と。島村月一でパトロール。お、島パト島パトですか。お、通販しか。え、名前がすごい略されてない？ピョンになっちゃって。島村で何を買うの？この間買ったのは靴下とか、靴を買う時もあるし、カバンとか、うん、服も結構あるよ。ジャージとかパジャマとか、あとはアリエルのお姉さんが全員いるグッズとかもたまに売ってて、それのハンカチとあとこんなクッション買って、そういうクッションは枕にしてます。寝心地は抜群です。あとはあのマイメロの寝具セットみたいなやつで、あの島村のマイメロの枕カバーとブランケットとみたいな、そういうやつも買った。それは服はねって、服もいいのいっぱいあるから、ほんま島村舐めたあかんで島村舐めたあかんよ。そうそう、掘り出し物探しに。マジやば、仲間。島村創業祭で安いんだっけ？そうなの？ワイはワークマン派、ワークマンってなんだ？わかるよ。島村行くと服とか隅々まで見ちゃうから、いつも滞在時間がつい長くなってしまう。わかる。わかる。カオピョン、クマありがとう。配信見始めたら疲れが飛んだと。イエーイ、オールだー。わ、もうほんと島村欲しい。島村秋からちょっと値上げ、やだやだ。初見です。よしふみさんありがとうございます。アバターかわいい、めいめいって書いてる。またコメントしてください。管理してる物件に島村入ってる。大事にして管理してる物件どう大事にするとかそういう問題なのか分かんないけど、島村は潰さないで無理、4時に起きる。じゃあもう寝て島村にそんなの売ってんの？それ後悔してるんや、おもろ。あ、輸入コスト上がってる。なるほど。季節が過ぎた後のセール品を狙う。わかる。やっぱ島村価格ってさ安いけど、島村だよ、もう1000円安くていけるやろっていう商品は買わない。こんばんは。島村とアベイルは最強だと思ってます、私は。あとそれさ、もう一個雑貨屋さんっぽいやつあるでしょ、なんだっけ、そこで前クッション買った。
あと結構ね、あのサンリオのあのコラボとかやっぱ島村アベイルめっちゃしてくれるから、服だけじゃなくてグッズ系で、私ハンギョドンのパソコンケースとか絶対これサンリオで同じようなの、まあ、売ってないけど買うとしたら3000円4000円ぐらいしそうなのに2000円もせずに買えたのよ、あの時。島村のセール品はほんとすごいと、どこのお店行っても結局似たようなのに落ち着くのが最近の悩みです。ワンピースしか買おう。わかる、わかるよ、すっごくわかる。もうさ、ワンピースがね一番楽なんだよね。あの本当に一枚着ればグッジョブだから。ビルバンじゃなくてアベイル、あ、シャンブル、それ緑のやつ、シャンブル、そう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 。なんちゅう庶民の会話や。いや庶民ですよ、私。島村大好きだから、島村大好きな人とは会話盛り上がれると好きなブランドは島村ですこの冬一番着たシャツ島村で300円でした。いいですね、買い物上手。セカンドストリートって何？そう、ワンピースさ、欲しいのがさ2つあってさ、めっちゃ悩んでる。袋の1円買い取りしてもらうの？あ、買い取りしてない、毎回もらえます。だってどこもさ最近袋有料やんか。だからもう袋はいただけるだけいただきますよトライアルというお店は水2リットル49円で買える。すごいね、ドンキよりお得やん。あ、セカンドストリートはリサイクルショップ。はあ、それはちょっとわからん、知らんわ。夢？島村ブランドってないんだよね。違う、島村が好きなのマジで。GU やないところが押せるわ。いや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 、 GU もめっちゃ買いますがな。 GU 大好きよ家に GU のもの何個あるか。トップスとか特に GU がシンプルで、うん、着やすいかな。帽子とか、あと GU のセール品あるじゃないですか、もう590円とか790円で買えるみたいな、あれがね好きだね。あそこから探すのがめちゃくちゃ楽しい。あそこから探した、私の去年の夏とか9月あたりのツイート遡ってもらったら、水色の稽古着パンツ履いてるんだけど、それ確か590円か790円だった。ええ、夢展望懐かしい。え、今ないの？前ヘップとかあったけど今ないの？ヘップには確かないけど、お店自体。リナッチも激安店探すとこあるの？うん、私はいかに安くあのコスパよく買い物できるかを常に考えてるので、一番好きな薬局は OS ドラッグです。GU のセルフレジ楽しいよね。
自由のさ、セルフレジってすごいよね。あれほんとすごいと思う。なんかこの間なんかのお店でも、あ、ザラでもね、自由みたいなセルフレジのあのなんかポンってさ、もうカゴボックスに入れたら勝手に値段、そうそうそう、分かってくれる。どこにそんなセンサーついてるんって思いますわ。そう、置くだけのレジ、そうそうそう。 OS ドラッグ、いや確か原宿の竹下通りにあった気がするから全国じゃない？ユニクロと同じよね。私ユニクロはね、あんま買い物しないんですよ。ユニクロは買わないのさ。あのアリエルのさ T シャツ持ってるんだけど、それも去年の舞台稽古がめっちゃくちゃ効いてたから、あ、着てたから、あの遡ったら、あ、これねみたいなのあると思うんですけど、最後に買い物したのはその T シャツぐらいですかね。うん、GU はいつか安くなると思ってるから、定価でも安いのに定価で買うのもためらってしまう。わかる、仲良くなれそう。わかるわ、わかる。1999円とかさ、2490円とか安いのにためらうもんね。わかるよ。いや、これは1290円で買いたいなとか990円で買いたいなとかさ、インナーとか、あのだいたい私下にさヒートテックとかさ半袖のやつを着てるんだけど、それも、いや、この間もこれもうちょっと安くなる時あるしなみたいな、たかが数百円なのにね、そこをためらうよね。ユニクロと GU は違うの。ユニクロの方がちょっと高級なんです。心斎橋筋でユニクロと GU が合併してるお店、え、あれユニクロも一緒だったっけ。ユニクロと GU が一緒なのは、私は梅田な、梅田のような気がするんだけど、東京にもあんのかなユニクロと GU が。でもユニクロはほんまに行かんのですわ私。ユニクロはアニメや漫画のコラボ T シャツ見たら買ってしまう。ディズニープリンセス、特にアリエルとかあったら買っちゃうもん私。あ、ユニクロと GU なら GU の方が若い子向け。あ、だからか。弟と私はよく GU に行くんだけど、やっぱお父さんとかはユニクロに行くことが多いかな。確かに年齢層はまああるかもね。あとユニクロだとあのオフィスカジュアルと言われるものとかめっちゃ売ってるイメージ。無印良品もいいよ。あ、私無印良品のあのレギンスパンツ、黒のいくらだったっけな、1990円だった、持ってます。あれめっちゃいいよ。スキン、まあ、レギンスだけど、まあ、スキニーみたいなけど、あの生地はあのビョンビョンビョンって超いい。尼崎キューズモールも GU とユニクロが上下フロアにある。尼崎の、尼崎行ったことないな。でもキューズモールって楽しいよね。ね、ああいう商業施設大好きです私。いつだったかね、あのあそこ、あのモノレールのさ、モノレールのなんだっけ、端っこの大阪空港じゃない反対のなんだっけ、誰か大阪のモノレールの
一番端か分かんないけど、誰か分かってくれ。サイズの問題で GU よりユニクロを選ぶしかない。お、ユニクロでサイズあるならいいじゃないですか。無印は家具とか小物が値段もお手頃、デザインも良き。私もなんか無印でなんかよく買ってたな。あ、コットン買ってた。あれ好き。カドマのもう一個、イオン、でっかいイオンがあるところ。誰か分かってくれ。でっかいイオンが。で、私イオンモールとかも大好き。なんだっけ、千日前じゃなくて、なんだっけ、大日、そう。エキスポ大好き。イオンモール大好きなんですよ。そう、大日。あ、2つの前の映像のって大日？あ、だからか。あ、そういうことか。あの日は慌ただしくてゆっくり見れなかったんだけど、一回ぐらい別で行ったことがあって、本当イオンモールってね、楽しいよね。いろんな店が集結してて、地下鉄寝過ごしたら着く駅や、やってそうなんや。何線なんだろう、分かんないな。大日って何もないとこやで。それがイオンモールはあるでしょ、駅にそこだけ、それが好き。イオンモールはアウトレットじゃないです。前イルマのアウトレット行ったけど楽しかった。イオンモールもアウトレットも小さい頃は楽しさが全く分かんなかったけど、やっぱだいぶ年齢がね上がると、なんだろう、服見たりとか雑貨見たりとか、そういう楽しさがねあるから好きです。私は三井アウトレットパーク行くよ。ああ、さ、結局さ、ま、電車でも行けるけど、車とかでやっぱ行きたいじゃん、ああいうのって。結構さ、いい気になると買っちゃうし、そうなってくると家族で行くとか予定合わす、あとよっしゃ行くぞっていうね、気合入って私は行く場所だと思ってるんで、今日は三井アウトレットパークでも行くかみたいな、そういう感じじゃないやん。コストコも、あ、今日週末コストコ行こうよみたいな、よし、じゃあ何日はコストコ行くぞみたいな、そういうさそういうノリなんだよ、うちは。私は隣にコストコもあるよ。あ、そう、どこの話してる今、場所。三井アウトレットパークララポート、こんにちは、ハリナナです行き過ぎやでな、こんにちは。わかる人には今の伝わると思うイルマ、あ、イルマね、あー、そうそう、埼玉の、そうそう、イルマ、隣にコストコあるね。正月じゃないか、1月に親戚と一緒に行って、そう、あ、隣にコストコなんだとか思いながら、でも多分その親戚はコストコにあんま興味持ってないっぽくて、全然
多分カードとか持ってないかな、素通りでしたけど。うん、三井アウトレットで一人で食事だけしに行ってる。わ、なんと楽しそう。いいね、昼時とかね、めっちゃ混むからね、タイミング見計らってって感じ。あ、でも平日だったらそうでもないか。アウトレット行くとき私も気合い入れて朝から行くだよね。なんか昼過ぎから行くって感じじゃないよね。昼前には絶対ついてて、ちょっと見て昼食べて、でまた後半ですね、ちょっと見て、あなんか疲れてきたらちょっとなんかゴディバーなんか飲むとかあと何だろう、スタバはあんまないイメージ。なんかドリンク飲んで、そっからまたちょっと見て帰るみたいな。三段はね多分遠いんじゃない、私今平日ガラガラよ。あ、そうなんや。私さ、ほら昔さ、サラちゃんとさ2019年くらいにさ、あのアウトレット行ったの、あのなんか電車で結構遠いところ、あーこの間も場所、あーそうだあそこだっつったの、どこだっけ、なんか海岸もあるところ、なんだっけ思い出せない、リンクは三井じゃないの、滋賀県とか本当に行かないしな、大阪鶴見もちょっとよくわかんない。やっち小さいお店とか行く、例えばララポートもイルマのアウトレットもよく行ってました、楽しいよね。外国の方がいないから平日ガラガラ、そうなんだ、外国の方がいっぱいいたんだ。あんま、気にしたことなかったな。気にしたことないっていうか、それほど行ってないみたいな。だから本当によし今日はじゃあ この日は行くぞっていう時じゃないと行かない。でさ本当に誰も、私さっき言ったさ、ネタじゃない、あのアナウンス通じてないの？三井アウトレットパークララポート、こんにちは森奈々です、買い物に来るとついつい買いすぎてしまいますよねってやつ、知らないのみんな。え、ララポート行ってきて、ほんとえ、わかる、あ、わかる言ってくれた、あ、ほんと、なんかいろんな話がごっちゃないですが、本当わかるって言ってくれてる、ありがとうありがとう、さすがだわ、あ通じてる、めっちゃ通じてる、あよかった、テレビ見ないか、違うテレビじゃなくてララポートのあの店内のアナウンスで三井アウトレットパークララポートって言ってんのサンリオ総選挙は毎日してるの、たまに忘れます、ごめんなさいマイメロちゃん。あのさサンリオのさ会員っていうかさ、あの何サンリオのアプリ登録し、なんだっけね、サンリオの会員の人ってさ、あの速報でね中間発表も見れたじゃん、マイメロピンチじゃないララポートは船橋に行ってたな、仕事だけど。仕事でララポートですか、はあ、そうかそうか、ララポートは全国あのない県もあるかもしれないけど基本全国にあるはず、うん、
東京とか大阪は絶対あるね。道具屋筋の歌しか知らん。何？サンリオプラス、そうサンリオプラス。マイメロやばいよね。私だから今マイメロとハンギョドンとチャーミーキティとあと最近リルリルフェアリルに投票し始めました。リルリルフェアリルめっちゃ可愛いから好きになっちゃった。でもマイナーすぎて全然グッズとかない。ドドド道具屋筋、やば、わからん、ごめん。ナンバー流れてんの。もう80票以上ある。マイメロに入れた、すごいすごいね。私何票入れたろう。でもさ、毎日投票してると、サンリオプラスにね、無料の会員ですよ、それなってるとなチケット5枚分もらえて、それでさらに追加投票できるとか、ハンギョドンとあとチャーミーキティも順位上げたいんだけど、やっぱでもここはやっぱマイメロ頑張ってもらいたいから、言い方めっちゃおもろいんだけど、犬さん引きが強いんよシナモンプリンポチャッコ、なんだよあのことにみんな犬か、悔しいねえ、ほんとに。ちょっと黒みが手ごわいね、相手だ、ほんと。アパレルの店員さん、接客中と裏で差がありすぎる全然挨拶してくれない、マジやだねそれ。もしさ、仕事でってことでしょ。ほんとさ、そのさブランドとかさお店好きなのにさ、仕事で行ってさ態度悪くされたらさ、もうそこ行きたくなくなるよな。あかんな。そう、みんな犬、オス犬だよね。初見です、ありがとう。みゆみゆちゃん、みたさん、はーい。お、カタカナ読みづら。ゾルタスクゼイアン、ゾルタスクゼイアン、ありがとう。ワニワニワニ。ララポートは北海道、東北、四国にはないらしいだそうです、皆さん。じゃあ私はある場所にずっと住んでるわ。こんばんは、ようこそいらっしゃいませ。ふう、なんだろう、今日はこのみんながさ、私島村が好きだのさ、ララポートが好きとかさ、分かりやすい話題だからさ、いっぱいコメントしてくれてて嬉しい。イエーイ、なんかマジで話してるみたい。家族以外だとあんまりいないんだよね。あ、てかそもそも友達がも少ない、話す子はいないんだけど、でその限られた話す子はその島村とかララポートとかイオンモールとかめちゃくちゃ行くタイプでは多分ないの。そういう話題がお互い出さないから、嬉しい。スタバの店員さん、裏でもテンション高い気がする、すごーい。私がもしスタバで働いてたら、接客中はめっちゃ笑顔で頑張るけど、シフトの時間終わったらお疲れ様でしたつって、もうすぐ、もう誰とも喋らずにすぐ帰るすぐ帰る。もう毎回私
何度かショールームでバイト経験があるって話してるけど、マジでもう時間もう早く帰りたくてもう終わったらもう、はい本日の営業は終了いたしましたってもう心の中で言って、うわって聞こえて、ポワッとお疲れ様でした、帰る、今日は何かありましたかっていうカップ自販正解みたいなのがあったけど、あ特にないです、はい大丈夫だと思います、お疲れ様でしたって帰るいひひ、スタバでコップにコメント書いてたら嬉しい、わかる、なんかね頑張ろうって思えるよね、いいよね、なんかちょっとしたサービス、うん、なんかファイトとかだけでも嬉しい、スタバ無理や気の利いたコメント書けないおすすめのカスタムありますかとか言われてもめっちゃ好きじゃないとね、全然思い浮かばないし、そういうマニュアルとかもしかしたらあるのかもしれないけど、スタバ？あ、やってない、やってない、やってない、スタバなんてそんな元気に働けないわよスタバおっさんにもコメント書いてほしい、おっさんも可愛いの好きなのに、そうだね、みんなに書いてんじゃないのかな、でも最近はあんま出会わないかな、コップになんか書いてるな、こんばんは、やんイアンさん、はい、うん、西武遊園地のサンリオだったとこ鉄腕アトムになってしまう私のサンリオジェットコースター、ティーカップ、謎のちっちゃい観覧車、すべてなくなってしまったんですね、つらい、楽しい思い出でしまっておきます、おばあちゃんと何度も言った楽しい思い出を、歌いながらアイス作るところとか無理すぎる、ほんまそれな、あれすごいよね、今もそういうお店あったあるんかな、昔さ難波のあれなんだっけ、あれよ、丸いの地下にあったと思うんだよね、たまになんちゃなんちゃ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 、うん、ララポート甲子園も動物園と遊園地とプールがなくなって今のララポート甲子園がある、へえ、あララポート、うん、うん、なるほどね、ちっちゃい電車はまだあるよ、そっか、ちっちゃい電車乗ったことあったかな、いやなんかそれ三両のやつ、でもあのコーナーが全部鉄腕アトムってこと？はあ、そりゃもうもうだって10年前のことだもん、10年も経ちゃ変わるよな、鉄板みたいなのでアイス丸めるやつ、あロールアイスもあったね、あれってもう流行り終わったんかな、ロールアイスってあれ美味しいんかな、なんかたださ液体さビューって固めてさくる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 やってるだけじゃねって思っちゃって、いやでもあの技はかなりすごいと思うけどね、均一にやって、あれは流行りには乗っかりませんでした、私はあれ誕生日言うたら誕生日バージョン歌ってくれるし、そうなんや、おもろ、今もあんのかな、あなたはありがとう、食べたことあるけど味は普通に美味しい、 あそうなんや、ね、だから昔さ難波にさ
ヨーグルトパーティーみたいなお店あったじゃん、フローズンヨーグルトの。知らん？もうなくなっちゃったけど、まだ初期の B2 の時とか、あれは中学生か、リハ終わりとか公演前はないか、リハの休憩間とかに何度か行ったな。はかり、そうそう、はかり売りのりなちゃん、かわいい、好き、ありがとう。入れた分だけ払うやつだ、そう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 。たまに行ったわ、いつの間にか潰れてたけどそんな客もテンション求められる店には行けないわお互い元気じゃないとね。あれバイトとかのさ面接で歌わされるんかなフローズンヨーグルト、うーん、ヨーグルトがあのフラペチーノみたいになってるって感じ。恵比寿橋商店街に、そう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 、今はあの靴屋さんとか、とあれ隣韓国料理だったかな、2階にあったはず。かわいい、ありがとう。みんなのこと見えてるよ、アバター。あ、そうだ、アバター完成した。あの今日さ、本当は11時か11時半ぐらいにもう時間あったから配信始めようと思ったの。でも10時半ぐらいからアバターを書き始めてしまって、そうするとあの一時保存ができないの。だから勢いでも書くしかなくて、全部書いてたらなんだかんだなんか1時間以上経ってしまって、無事できたので、あとはあの背景透視ですか、背景透過か、くり抜いて、それでアバターを提出しました。今回のテーマは姫です。アバター変えたら姫にしたよって言ってください。えらい、ありがとうって言ってアバターの顔は何色に、いや、この肌色です。このアバターもしかして仮ですか。違う違う、みんなとつかみ取ったアバター、あの作成権利を、この今ツインテールしてくれてるさ、あのピンクのリボンが右に、あ、画面でこう見たら左だけど、で黒い T シャツにショールームって書いてるね、アバターを3月かなにその権利を獲得し、やり方よく分からずうずうずしてたら4月になっちゃったってやつなんですけど、そう、今並んでるのは私が書きました。当時めちゃくちゃ髪の毛が茶色、赤茶色だったので赤茶色にね、したんだよね。で今回も髪の毛下ろそうと思ったんだけど、下ろしたらなんかちょっとなんか納得いかなくて、ちょっとおいおいおいってなるかもしれないんですけど、またツインテールにしちゃいました。すいません、ポッ、うん、本当にあの巻き下ろしにしたかったんだけど、なんかそれを描くのが表現するのが難しくて、え、結局第2弾もツインテールになりました。どうぞよろしくお願いします。今並んでるの、そう、私が描いてから、よかったらあの星1個投げてもらえたらあのゲットできるみたいなので、気分で変えてみてください。ティアラあるよ、ティアラ頑張って描いたから、ほんと。え、ほとん
どの子が締め切り言われてなくて間に合わなかったやつ。え、そんなことあるの？私の場合は達成しましたので、この日程までに送ってください、提出してくださいっていう通知が私は来るね。それで、でも期間は半年ありました。うん、半年間何してたんだろうね、みんな。言われると思ったんかな。むずいね、その辺。今日は若いお姉さんに2回話しかけられた、いい日でした。おめでとうございます。姫は着物やろ。ああ着物か、悪くない。いつか作ろう。海派山派家派のイベントってリナッチやってる？何そのイベント、知らぬぞ。もう始まってるなら今は始めてもって感じやな。どうなんやろ。そんなのあんの？知らんだ。こんばんは。 You Yo 赤 TAK あーはーしやっほー、とてもカラフルですねで、ピエン愛ですね。いいじゃんいいじゃん。半年、何日かで締め切りだったよね。あ、そうなの？私のだ前回の時は半年だった。喫煙所どこですか嘘でしょ、そこちゃんと答えれたん？喫煙所どこですか？あ、一緒に行きましょうかってゴールデンウィーク期間でそのポイント達成したら景品もらえるらしい。マジ何の景品だろう。知らんぞ。どれ、開催中のとこ見てみよう。で、ゴールデンウィークっていつまでなの？今度の日曜日まで？どうなの？お、リナチのアバターがあったので変えてみました。ありがとう。イエーイイエーイ、嬉しい、ありがとう。気軽にね、変えれますから。お、可愛いなと思ったら変えてもろてーし、飽きたなと思ったら配信が終わった後にぜひ変えてください。じゃあさ、そのゴールデンウィーク期間さ、だ今ゴールデンウィークじゃん。何回かね、そのヤマハ、なんか家派みたいなパラソルとかね、送ってくれてる方いたから、なんだ見落としかよ。スイッチもらえるんじゃ、肉とかマグロとか、すごい豪華ですね。坂下って坂下って左にありますよって笑顔で答えました。優しい優しい。海派山派それとも俺派を、3つ目の選択肢、びっくりさすがですね、ぶれないその千年に一人の国宝級イケメンってすごいよこの人お肉狙いなら山派ですね。なるほど、私家派なんですけど。あ、家派だから熊のさ、コンピューターの何度かこの配信で送ってくださった方いたけど、
それが家派ってことなのか。ヤマハは楽器？あ、そうそう、それそれ。ああ。これ、あ、みんなから見たらこっちかな。わかんない。ありがとう、送ってくれて。かわいい。どのタイミングで？え？え？なんかした？なんかした私。 家派スイッチとかコーヒーってんのなんかだったよ。へえ、復活？何？バスケ部だったんです私、小学生の頃。だからその時に、まあ、バッシュ買ってもらったりとか、まあ、あとは弟がね、スポーツやってるので、それで、ね、私は店内に入っても見るもんないから、だからなんとなく知ってる。何色？ピンクと紫？薄い。今度見せて。うん、見せる。白日ね、楽しみなんだけど、だいたい出かける日天気悪いから、いつ履こうかなって感じ。アルペン。とわからん。そう、だからさっきのヒマラヤってのもちょっとわかんなかった。紫スポーツしかわかんない。バスケしてたよ。全然試合に出させてもらえない。試合に出れたと思ったら骨折するし、私は何をしに行ったんだっていうね。アルペンは何のお店なの？スキーとかするけど、スキー用品も気づいたらあったって感じだしな。だから記憶にないんだろうな。けど NMB のオーディションでダンスシューズ必要じゃないってなった時に、スポーツ用品買ったな。懐かしい。何回も言ったもん。いや、落ちたらさ、使わないかもしれないしさ、いいよって、今ある靴でなんとかするよって言ったんだけど、ママが「いいじゃん、それはその時その時でさ」って、「いいよ買おうよ」って言ってくれて、で結局買ってもらった靴をそっから5年ぐらい履きました。うん、特にね、臭くなることもなく、だからいい靴だったんだ。盗まれることもなく、誰かに履かれることもなく、いい靴でした。今もどっかあんのかな、捨てたかな、わかんない。でもこれは思い出だとか言って取っといたような気もする。アルペン、スポーツ用品。あ、そう、そうか、もしかしたら言ってるかもしんないけど、そう、5年入って、で、あと途中でダンスシューズが欲しくなって、シルビアで買ったのよ、靴を。その靴も去年の稽古期間まで履いてたけど、もうやっぱ寿命ですかね、ボロボロになってきちゃって。
だんだん。それでもう履けなくなってしまいました。であともう一足真っ白の靴もね持ってるんだけど、あれどこにあるか。あでもあれも結構気づいたら汚くなってたから捨てた可能性がある。NMB のさ場合、劇場での劇場公演のためのリハの靴と、あとコンサート期間とか、あと自主練とか公演の練習とかの時のレッスン場が別だから、靴が2足いるわけですよ。そう2足必要だから2足持ってた。うん、スポーツデポはアルペンの系列。なるほど、アルペンは劇場近くなら 西心斎橋四つ橋。あーそっちはあんまよくわかんないな。コンサート本番の靴、本番は衣装です全部。またコンサート期間、コンサートの本番とかだと、もうアンコールの靴を履いてリハしたり、あとはそのね、ま、衣装のリハーサルでもありますから、このヒールと階段とかあったらとか、これで走ったらどんくらいしんどいのかとか、うん、だから。もうコンサート本番のリハーサルとかになってくると衣装靴でリハーサルが私の場合はね多かったかな。あとはまあでも研究生の頃とかだったら、なんかあれ衣装ってリハで借りていいのかな、どうしようかな、わかんないなってなって、レッスンシューズガチガチで踊ってたかも。中敷きだらけの衣装の靴、あー私は24か 24.5 だから大丈夫だ、中敷きはなくても、うん、アンコールの時の衣装も、はい、スニーカー、そうスニーカー衣装で、あれ何色かあってね、色は選べないいつの間にか勝手に当て込まれてる。ミルルンが辞めるときに大量に家から出てきた衣装靴下ちゃんと返したんですね、えらい。あれ衣装靴下忘れましたって言うの結構緊張するんよな。何回か忘れたことあったけど、やっぱ忘れ物したって仕事じゃん公演ちゃんと、なんか忘れ物ってね、また忘れたんかよとかさ、やっぱイメージってさ大事じゃん。眠いのでここで失礼します。はい、遅くまで付き合ってくれてありがとう。バイバイ。バイバイだって、おやすみおやすみ。なるほど了解。何かなんかなんか知れてよかったおやすみ。おーおーおー、一人おやすみって言ったらみんな言うのかやめて。ナッチ眠くないの。大丈夫だ。結構もうほらこんな時間に配信するから、あの生活リズムが一生治らないのよ。そろそろマジ稽古で体調崩すよ本当に。私やばいよ、ちゃんとしないと。この間さおみくじ引いたんよ、健康には気をつけてって。だってもうずっとさあの人とさめちゃくちゃ絡むというかね、緊張、めちゃくちゃ緊張するっていう期間がしばらくなかったから、初めの1週間どっと疲れそう。
免疫力上げます、納豆食べます。 まだいます、ありがとう。でもそろそろ終わる、健康第一、マジで寝よう、ほんまにちゃんと寝るから。 寝ます。久しぶりに来ましたが楽しかったです、ありがとう。今宵はだいぶ盛り上がったいい配信でした、みんなのおかげ、ありがとう。今日台本さ、覚えようと思ったのにさ、読んでない。明日やります、明日絶対やります、明日やります、はい、約束、はい、自分に約束、はい、心に誓いました、明日やるって。いつもこの時間は寝ています。そうだよね、ごめん、僕も寝ます、ありがとう。え、ちょっと待って、え、今からもう順位読むから、ちょっと待って、ランキング入ってなかった、ごめん。 ありがとう。では13位おでん屋さん、12位くにやんさん、11位かまかりさん、10位けんじくん、9位ファントムさん、8位ホリッチくん、7位よしあきさん、6位バタヤンさん、4位まさやくん、3位やまちゃん、2位がたかしのさん、1位がぴょん、かおぴょんでした。ありがとうございました、ありがとう。レベル上がった、おめでとう。じゃあみんなまた会おう。よーし、明日も頑張って起きるぞ。みんなお疲れ様でした。あ、そうですね、おやすみ。なんかおもろかった、楽しかった。ありがとうございました、またね。あ、アバター楽しみにしててください。では切ります。